今年の箱根駅伝で2年ぶり6度目の総合優勝を果たした青山学院大学、エースとして2区を走った近藤幸太郎選手が今日豊川市役所を表敬訪問しました。近藤選手は豊川市生まれ、中学高校時代に陸上競技で次第に頭角を現すようになったということです。総合優勝することが小さい頃からの夢だったので、本当に夢叶って嬉しいです。